今回のテーマは、ゴッホ、ひまわりの画家ゴッホ。そう見るとですね、影がないんですね。そこに逆になんかゴッホの絵の秘密があるんじゃないかと。言ってみれば絵画の革命ですね。こんにちは、布施秀人です。インサイト、始まりました。アートの美の秘密を解剖する時ほぐすというコンセプトで、お話ししていこうと思います。今回のテーマは、ゴッホですね。ゴッホについて、お話をしていこうと思います。まずこう誰でも、頭に思い浮かべるのはひまわりじゃないかと思います。ひまわりっていう言葉は、日本語でもそうですし英語でもそこの言葉の中にこう太陽っていう日本語でも漢字で書くとですね、太陽っていう文字が入っていて、サンっていう太陽っていうものが入っていて、でそうするとなんかひまわりの画家ゴッホっていうのはそのまま、太陽の画家ゴッホというふうな言い方ができるんじゃないかというようなところがあってですね。で前回ですね、モネの話をして、モネは千年に一人の、太陽の画家だという、話を、しましたけれども、じゃあモネとですね、ゴッホとどっちが太陽の画家なのかと、要するに、ゴッホは太陽の画家ではないという話を今日はしたいと思います。どういうことかと言いますとですね、ゴッホのひまわりの絵何点かあるんですけども、最初の頃に描いた絵っていうのはその絵の様子からしてですね、おそらく実際に花瓶にですね、ひまわりを挿してで、それを見ながら描いたんじゃないかと。それで後の方になってくるとですね、今度はもう何枚もひまわりの絵描いたので、どっちかというとひまわりの自分の絵を見ながらひまわり描いたんじゃないかと、ちょっと違いが出てくるんですね。でそれでおそらく初期のものと思われるひまわりの絵ですね、これはあまり有名じゃないっていうか、だから絵としてそんなに、力がないんですけども、そちらはですね、絵の隅とかにこう影とかが描いてあるんですね。で ところが有名な、一番傑作はロンドンのナショナルギャラリーにある、ゴッホのひまわりだと思うんですけれども、それを見るとですね、影がないんですね。で机があって、花瓶があって、全体がですね、光に満ち溢れているのに、で光が満ち溢れていれば絶対影ができるんですね。なぜゴッホは影を描かなかったのかということを、今回は考えてみたいと思います。ゴッホと同じですね、オランダの有名な画家で17世紀の画家なので、ゴッホよりもですね何百年かですね、前の画家ですけど、レンブラントっていう画家がいて、あるいは同じレンブラントと同じ頃にフェルメールっていう画家がいて、で、レンブラントの絵っていうのはレンブラント光線って言われていて、演劇とかのスポットライトのみたいなですね、こう、強烈な光がこう、落ちてくるっていうかですね、そういう絵を描いたんですね。でそれでレンブラントの絵っていうのは、言ってみればその光が作り出す影の画家ですね、影を描いた画家で、フェルメールも同じ でフェルメールは、レンブラントほど強烈な光線ではなかったんですけども、窓から入ってくる光が壁に当たって壁にですね、もう本当にかすかな、光と影のこう、まだら模様みたいなものを作り出してですね、光と影が作り出す世界というか美というものをですね、絵画の中に描いたんですね。でそういうですね、オランダの絵画の伝統っていうかがあって、でその歴史の中でゴッホの絵を見てみるとですね、さらにそのひまわりの中にその影がないということにちょっと違和感っていうかですね、そこに逆になんかゴッホの絵の秘密があるんじゃないかと。でこれモネの時も話したんですけど、印象派の画家って結構なんかどの画家もですね、いわゆるデッサン力がなくて絵下手くそなんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけど、そんなことはなくて、やっぱり10代の頃に描いた、スケッチが残ってるんですね。小屋を描いていて、鉛筆かなんか木炭かですね、その白黒で描いているんですけども、すごいうまいですね。でそのうまいだけじゃなくて、その、屋外なので、光と影のですね、いろんなこう、配置というかですね、そういうのもこう絶妙に捉えてます。ですから、もう10代の頃にですね、ゴッホは普通に、うまい絵は描けたんですね。ある時期から、要するに自分のスタイルっていうか絵画の方法論っていうのを掴んで、今私たちが知っているような、絵を描いたんですけども、で
ていうふうにいろいろ見てくるとですね、レンブラントとかフェルメールのようなですね、光と影を描く伝統のあるその国の中で育ったのに、でしかも10代の頃にですね、光と影の絶妙な美というのを捉える技術があったのに、なぜゴッホのひまわりには影がないのかということですね。これはですね、要するに影がないということは、花瓶があって花を挿してですね、それを目で見て描こうと思えば絶対どっかに影があるんですね。ということは逆に言うと、目では見えているものをゴッホは描いていないということですね。あるいは目で見えている影というものを消してるんですね。じゃあ何の力によって消しているかというとですね、一つはそのゴッホが影響を受けた絵の描き方として日本の浮世絵というのがあるんですね。で、江戸時代の浮世絵ですね。で、江戸時代の浮世絵の特徴というのは、線でですね、形の輪郭を彫って、それで間のところは単一な色で平面的に塗りつぶすんですね。言ってみればその光と影を描くというですね、西洋絵画の歴史の中で育ったゴッホにとって浮世絵というのは衝撃だったわけですね。光と影描かなくていいのかということです。で、描かなくても絵画として美術として成立するのかというのを、おそらく浮世絵から衝撃を受けて、言ってみればひまわりの絵を浮世絵化した、あるいはひまわりの絵を日本の絵のようにですね描いたのがゴッホのひまわりなんですね。それがだから西洋絵画の歴史と全く違った描き方というのを生み出したということです。江戸時代っていうのはキーワードで言うとおそらく脳ですね、脳みその脳の時代だったんです。僕の先生の養老孟司先生がよくおっしゃっている日本の歴史観で、戦国時代が身体の時代であるのに対して江戸時代になってくるとですね、脳ですね。で、脳って何かというと体を支配コントロールするというようなものですけども、それがですね、そのまま体をじゃなくて体の外に対しても社会を支配コントロールするとか、あるいは自然を支配コントロールする。で、それによってこの自然のものっていうのを生活する環境から排除して完全に人工のものとして作り上げていった、そういったその江戸時代の一つの文化的というか社会的な、それをよろずは農に化けると書いて農家と言ったんですけども、農家社会の江戸時代で、そういった環境の中で確立された絵の描き方というのの一つが浮世絵なんですね。脳に対して目というのを考えてもらうといいんですけど、目っていうのは取捨選択するものはなくて、もうひたすら受け身ですね。光があれば光を見る、そこに影があれば影を見るというものなんですけども、脳はですね、その見えているものの中からこれはいらない、あるいはその絵画で言えばこれは描かない、これは描くというふうにですね、取捨選択して世界を作ることができるんですね。で、そんなふうにして、作られた、絵画のスタイルっていうのが江戸時代の浮世絵で、ゴッホはそこから影響を受けたんですね。ですからなぜゴッホはその影を描かなかったかっていうと、やっぱりそこで江戸時代の絵画っていうものの知識っていうのも脳の中にあるわけですけども、それがゴッホの中で画家として血肉化してですね、影があっても影は見ないと、影は消すと。で、今から500年ぐらい前のルネサンス以降の西洋絵画の歴史っていうのは、目で見えたものをいかに目で見えた通りに描くのかっていうことの探求だったわけです。そういったものの一つのその到達点というか極地っていうのが、モネの絵みたいなもので、モネはもう網膜に映った光だけ、あるいは網膜に映った色彩だけを描こうとしたわけですけども、それに対して全く違った角度からですね、その目で見たものを見た通りに描くのではない、言ってみれば絵画の革命ですね。500年ぐらい続いた西洋絵画の革命っていうのを、ゴッホは成し遂げて、でその一つの現れですね、たった一つの現れかもしれませんけども、ひまわりの絵には影がないんですね。でなので、ぜひですね、美術館で、ゴッホのひまわりを見て、あるいは画集とかネットの写真で、ゴッホのひまわりの絵を見たときに、なぜここに影が描かれていないのかと
いうことを入り口にして、ゴッホの世界に入っていくと、ゴッホがどのような絵画の革命をしたのか、どのような絵画のスタイルを作っていったのかということが分かってくるではないかという、今回はそういうお話でした。はい、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。